海道では昨今のプライニュースが続く中、緊急事態宣言が出される以前に開催されたダンス大会の様子を動画にて一挙公開。選手や関係者の元気な様子を内外にアピールし、改めてダンスファンの皆様にメッセージを発信した模様です。